はいどうも、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回なんですけれども、いやー、今夜ね、いよいよ戦争が始まりますよということで、本日ですね、まあ、5月8日は、まあ、本来でしたら明日、明後日、土日のですね、9日、10日に行われるはずだった、まあ、パーフェクトワールドのですね、まあ、前日物販の日なんですけれども、まあ、残念ながらね、昨今の情勢により中止となってしまいましたが、その代わりですね、本日の、夜18時でしたっけ、確か。オンラインの方でね、あのネットの方で、物販が開始されることとなります。はい。で、しかもですね、まあ、前々にも動画でご紹介いたしましたけれども、会場限定のグッズもね、今回ネットで販売されるということで、結構ね、期待が高まっている今回のオンライン物販なんですけれども、会場限定グッズもですね、含めた詳細がですね、発表されました。はっきりと言わせていただきます。今回、おそらく戦争になるでしょう。はい。かなり欲しい人が今回いるはずなので、で、しかも、先行販売とは言ってないんですよ。今回のオンライン限定という風な表記もしていて、今後多分売る気がないようなグッズまで、出す気なので、ちょっとね、今回はね、マジで覚悟した方が皆さんいいかもしれません。で、まあ、はっきり言うとね、何がやばいかって言いますと、まあね、もうこの曲聴いてもらったらわかりますけども、もうシャゼリアキッスですよね。はい。もうシャゼリアキッスが、もう今回グッズ化されるということで、で、グッズ化どころかね、あの、エプリルフールの時に出たね、あの、オープニングテーマ曲、シャゼリアキッス、ダダダダーンでしたっけ？ダダンダーンか。ダダンダーンがね、CD 化されるということでね、これガチで CD が販売されます。はい。それもですね、今回の夜18時のオンライン物販において発売がされます。これはエイプリルフールじゃなくてガチです。はい。この時期にエイプリルフールなんて言っても意味がありません。ただの嘘つきです。いやーこれすごいですよね。ちょっと詳細見ていきましょう。ですね、シャゼリアキッスのですね、まずグッズなんですけれども、これすごいですね。かなり僕もびっくりしたんですけど、5月8日のまあオンライン物販において CD 化決定ということでですね、発売がされます。まあ、こちらですね、島本さんの書き下ろし CD ジャケット。で、しかもこれ CD ジャケットもシャゼリアキッスですからね。これやばいっすよね。まあ、こちらですね、公式通販サイトにて期間限定の販売予定。しかも数量限定ということでね。もうこれ多分やばいですね。はい。僕も当然、これは買おうと思います。はい。で、こちらですね、1個3000円となってまして、まあ、中身はですね、オフボーカルと、まあ、こちらのシャゼリアキッス、ダダンダーンが入っていると。で、プラスでですね、マフラータオル付きということで、まあ、マフラータオルもね、こんな感じの、まあ、えげつないイラストなんでしょうけども、多分販売されますね。まあ、マフラータオルもね、そんな感じの絵柄で付いてくると。まあ、3000円でね、それで付いてくるってことだから、まあ、個人的にはこれありなんじゃないかな、ということで、買いたいと思います。まあ、これがですね、今回の一番の大きな注目どころ、まあ、目玉なんじゃないかな、と思います。で、あと地味にね、これもね、まあ、皆さん気づいている方がいるかもしれないんですけども、会場限定ガチャ、会場限定ガチャのですね、ラインナップ、今回ですね、今までのユニットライブとは異なって、種類がちょっと増えてまして、全38種類となります。なんで38種類に増えたかと言いますと、まあ、いろんなですね、チャームとかが増えたってこともありますけども、その中に地味にシャゼリアキッスが含まれてるというね。ご覧ください、こちらの画像。スクエア缶。これよく見ていただくと、ギルキス、シャロン、アゼリアだけでなく、シャゼリアキッスもあります。はい。このシャゼリアキッスのスクエア缶結構人気ありそうですね。はい。まあこれね、スクエア缶だから良かったですよね、まだ。これもしさ、丸缶この左のような丸缶でね、追加で出されたら、これ絶対戦争になって、もう戦争っていうか冷凍がえぐいことになってたと思うんで、これスクエア缶で留めておいてね、多分正解だったと思います。逆に。もう価格が高騰しすぎて多分えぐいことになると思うので、ここの辺で留めておいてよかったと思いますね。で、しかもよくよく見たら下の方のこのキーホルダー、ストラップのようなものもシャゼリアキッスがあるというね。この一番、右下ですね。右下にあるっていうね。いや、もうやばすぎだろって感じなんですけど。で、これはですね、どういう風な形式で販売されるかがまだ分かってなくて、セット売りなのか、それとも完全にもう言葉通りガチャガチャなのか、要は、オンラインで例えば、ま、ガチャが1回500円だとして、それじゃあ5個買ったらどれが届くかわかりませんみたいな感じのガチでガチャ形式なのか、セット形式で売られるの、キャラごととかね、ユニットごとのセット形式で売られるのか、そこら辺の詳しいことはわかりません、正直。
これは本当に販売されてからじゃないと、わからない感じとなってますので、ちょっとね、これに関しては、警戒する必要あるかなと。まあ、絶対購入制限ぐらいはあると思うので、例えば1人5個までとか1人10個までっていう制限はあるはずなので、まあ、仮にね、これもしね、ガチでね、ネット上でのガチャだとしたらね、シャゼリアキス出る可能性ちょっと低そうですよね。はい。手に入れた人ある意味すごいじゃないかなと思います。まあ、仮にね、振り替え公演やってくれてね、そこのね、現場でのガチャガチャでね、シャゼリアキス出てくれたらね、まあ、現場でね、回せばいいだけなんですけど、今後ね。まあでもね、今のところまだ見通しが立ってないということでね、ここのオンラインで勝負かけないとということで、まあ結構みんな多分本気になると思うので、まあ僕もね、これ、シャゼリアキス、まあ欲しいっちゃ欲しいですけど、まあちょっとこれは会場限定ガチャの方に関しては、もし本当にランダム販売だったら、ちょっとまあ数個に抑えておいて、どっちかっていうとこの CD セットですね、CD セットの方にガチりたいなと自分は思います。まあ一応ですね、オンライン物販に関してはね、これ以外にもパーフェクトワールドの通常グッズも販売されるということなんですが、明らかにこの2つの方がね、人気がやばいと思うので、今回はこの2つを取り上げました。皆さんはですね、どれか欲しいグッズありましたでしょうか？ぜひね、コメント欄にいろいろと書いていただけますと嬉しいです。はい、ということでですね、今回はちょっと新たにですね、昨日情報で出ました、パーフェクトワールドのですね、オンライン物販の、グッズ内容についてご紹介いたしました。この動画ですね、もしいいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。